藤山ライタ、藤山ライタ、藤山ライタ、1863年9月13日、文久3年8月1日から1938年、昭和13年12月19日は、佐賀藩出身の明治、大将、昭和の実業家、貴族院直選議員、東京商業会議所会頭、芝浦製作所所長、大日本製党社長、藤山同族社長、 大日本製氷会長、日印協会理事、また、三井財閥、安田財閥、共同の各信託会社の相談役、取締役等を歴任し、藤山コンツェルンを創立した。聖五位、君山等。1919年、大正8年に乱、乱寿報賞。1923年、大正12年に、根寿法省を受賞。ついで、フランス政府から、 レジオンドヌール、シュバリエ勲章を受章。安南、現在のベトナム国王からはグラン・オフィシェド・ランテン、勲章を贈られた。非全国松浦軍王大里村、現在の佐賀県伊万里市の省や、現在の村長を務めていた佐賀藩主の藤山、格右衛門の三男として生まれる。伊吹家の養子となり、後に副席、子に、伊母兄弟の伊吹信、藤山愛一郎らがいる。 誕生日が大里の八幡神社の祭日で生まれた日に庭の大樹に雷が落ちたことからライタと名付けられたという。佐賀藩校、高道館で草場千山に学び、後に草場を追って京都に出る。1878年、明治11年に長崎市藩学校に入学。同校を1880年。 明治13年に卒業と同時に助教諭となり3年間講義を行う。1884年、明治17年に上京して、慶応義塾に学び、1887年、明治20年4月に慶応義塾大学生科を卒業し、地元に帰り、1888年、明治21年、長崎県会議員に当選。議員、後に議長として、 長崎の外国人居留地の借地料据え置き問題について解決を導き、長崎市から感謝金として5万円を送られている。この問題解決の際に、福沢諭吉を介して、福沢の老いであり、山陽鉄道社長であった、中見川彦次郎の地遇を得て、黒田清隆、大隈重信、鳩山和夫らと知り合ったという。その後、中見川によって、 三井銀行に採用され、弱配ながら抵当係長という重要ポストに付けられた。その後、大多は中見川の妻の妹と結婚し隕石関係となった。当時の部下として、後の金坊社長の武藤山次、後の藤坊社長の和田豊次らがいた。後の首相である桂太郎の邸宅を担保にした融資が焦げついていたところを臆することなく、 定宅を処分し再建を回収たという。また、田中製造所が行き詰まり、芝浦製作所、後の東芝として再生する際には主任、後に支配人となっている。王子製紙の専務取締役に就任し、当時の社長の渋沢栄一、専務の大川平三郎にもはばかることなく、直言したという。この際、渋沢に社長辞任を要求し、結果として、 懐が棚の大川を退け、後に渋沢も辞任したことについて、三井家の発言力が増したために、これを中見川の命による王子精子の乗っ取りであったと評する資料もある。1901年、明治34年、中見川が死去し、三井の実権が増田港に移ったことも、遠因となり、1902年、明治35年、三井銀行を退職。 1903年、明治36年には、東京市外電鉄の取締役に就任。しかし、社長の天宮慶次郎と対立し辞任している。その後、スンズ鉄道社長、日本火災保険副社長、歌舞伎座取締役、出版社、台東道文局社長を歴任。帝国劇場の創立にも関わる。1909年、明治42年に、 渋沢栄一に推挙され大日本政党、現在の大日本明治政党の社長に就任。当時の大日本政党は、輸入原料座頭戻し税法の期限延長を、目論んだ贈愛が明るみに出た、日東義国の家中あり、取締役や議員らが逮捕され、同年7月11日には、社長の佐藤恒明が自殺するなどの状況であった。 この倒産寸前と評される大日本政党を台湾での生産拡大などの経営方針でわずか2年ほどで再建させ、その後、朝鮮政党、内外政党、東洋政党を合併し、規模を拡大させた。三井大社後から、この間、寸ズ鉄道社長、日本火災保険副社長、歌舞伎座取締役、出版社、台東道文局社長を歴任。 帝国劇場の創立にも関わる。1917年、大正6年から1925年、大正14年には、東京商業会議所の会頭を務め、日本商業会議所連合会会頭にも就任した。1923年、大正12年に、直線貴族院議員となる。この間に拡大させた、企業軍は、藤山コンツェルンの基礎となる。 1933年、昭和8年に、古関町の長男、伊吹信に大日本政党の社長を譲る。翌年、実施長男、藤山愛一郎が社長となる。藤山同族社長、大日本政評会長、日印協会理事、三井信託、安田信託、共同信託の相談役を務めた。この他に、朝鮮産業鉄道会社社長、 東方炭鉱株式会社社長、日本防食株式会社社長、温航会会長なども務めた。海外交流にも力を注ぎ、長作林、長学寮、小解析らとも親睦を深めたという。1919年、大正8年に、乱受報章。1923年、大正12年に、根受報章を受賞多玉霊園に、墓所、銅像がある。 東京の本邸は、白金台のシェラトンとホテル、東京付近にあった。和館が愛知県に移築されている。箱根号らにあった別荘は、1944年、昭和19年に岡田茂吉が買い取り、国登録有形文化財新参層として残る。慶應義塾大学日吉キャンパスに銅像が建てられている、上記右上の像。 銅像は、息子の藤山愛一郎が、慶応義塾日吉キャンパスに、図書館の建物を寄贈した時建てられたものである。なお、このほか、慶応義塾に存在する、福沢先生以外の銅像は、八神キャンパスにある、藤原銀次郎像のみである。藤原銀次郎邸も、白金の近接した場所に存在したが、同じく所有権は駒子の手を離れ、 現在、高段芝金ラン地が存在する。非全国西松浦郡にリムラ、現、佐賀県伊万里市の佐賀藩市、藤山角衛門、角衛門の名は、世襲ため、大田の祖父も藤山角衛門を名乗ると、妻てるの四、男として生まれるが、三人の兄の内和人が、養成していると思われるため、一般的には三男とされていることが多い。 同じ西村の伊吹家の養子となり、長男、新、後に実業家となり、日産コンツェルンの中核を担うを設けるが、後に藤山生にキス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。